しますとですね、今度のコロナの騒動というのは極めて論理的に計画通り来てるんですよ。それで日本人はやっぱり計画をきちっと理解するというのは難しいんですね。どうして難しいかというと、日本人は性格が良くてですね、嘘をつかないとか、それからそれひどいことしないっていう前提がこう頭の中にあるので、到底理解ができないんですね。ヨーロッパ人のやること、中国人のやることは理解できないんですね。こういうふうに来たわけですね。薬屋さんっていうのは、まあ、薬を売ることによって商売するわけです。ところがだんだん薬が改善されていくし、世の中が良くなってきて、病気する人が少なくなってくるわけですね。一時はそれでこう薬屋さんの売り上げがどんどん減るわけですよ。で、減っていくと非常に困るので、一時は老人の人が来たら山ほど薬をあげるっていうのがあったんだけど、まあ、もう老人の人がね、一袋こんなに抱えて帰るっていうことがあったんですけど、それはあんま適当じゃないということで非難される。そうするとますます薬の量が減って、最近ではゾロ品が出てきて非常に安くなってくるということで、薬屋さんのもう収益がどんどん減ってきたわけですね。まあ、これが15年ぐらい前じゃないんですよ。それで一計を上げるわけですよ。これはまあ人間としてはね、やっぱり儲けがどんどん減ってきたら、それを何とかして増やそうということになるわけですよ。それでそうかといって、まあ、病人を増やすっていうのも難しいんで、それでどういうことを考えたかったら、それが血圧なんですね。血圧というのはそれで出てきたものですよ。つまり、病人じゃない人を一応病人という区分にすると。それまでは病気になって具合が悪くて病院に行った人が病人ですよ。だからそこで薬を処方する、もしくは薬局に行って薬を買うと。それだけじゃダメなんで、元気な人を病人にしたらいいじゃないか。これが血圧基準なんです。そうすると何をするかって言ったら、厚生労働省の役人にまず天下り先を作るわけですよ。天下り先はいくらでもできるわけですね。厚生労働省を60歳で定年退職したら、なんとか武田さん、いや、名前違いないんだ。必ずもう席がありますからねっつって、全部やるわけですよ。それを最初にした。それから各大学に、製薬会社の研究者を配置する。そこでいろんな論文を先生に応援して、先生に付け届けして書くと。これで高血圧の準備ができたんですね。それで血圧基準を160から160の時に3000億円だったんですね。血圧硬化剤の市場は。それが10下げるごとにどのくらい下がってきたかというと、160を150にしたら、そこで、3000億円。それからそれをさらにこう下げていって、今130ぐらいですね、約。それで、そうしまして、今1兆5000億円の高圧剤市場なんです。それで、本当の高血圧患者さんがどのくらいいるかもう今わからないんですけど、まあ、数百万人もよりか下だろうと思うんですけど、思われるんですけど、その厚生労働省の基準からいう、高血圧患者は6700万人。なんですね。だけどこれを患者と呼べないので、一応形式上は高血圧症と言ってますけど、そうは言ってるけど、高血圧症の人が、血圧が測りますね、140以上とかそういうふうになって基準を超えると、必ず高圧剤を処方しなきゃいけないんです。なんで処方しなきゃいけないかって、それは厚生労働省決めてないんですね。お医者さんですから、処方はお医者さんが決めるんですが、ところがそれでその人が帰って、家で帰って、そこで例えば血管の病気だとか心臓の病気になった場合は、医療過誤になって裁判になるんですよ。そういう仕組みになっておりまして、それ用の医療過誤用の弁護士さん、これももう用意されてるんですね。僕も親しい人が何人かいるんですけど、その人たちは病院に網を張ってて、それでそういう患者さんだったら、その患者さんとすぐ行って、私が医療過誤の保証金取りますからということで取る。それで医者の方は、それ用の保険に入っているっていう、そういう状態なんですね。ですから、全然構わなくても、医者はこの人はそんな血圧硬化剤を出さなくてもいいと思ってても出さなきゃいけないっていう、そういう状態に今なってて、それでまあもう薬品会社はほっと一息ついてるということなんですね。で、血圧は高い方がいいか低い方がいいかというと、もちろん正常な血圧がいいわけですね。ですから、僕の話を聞いたある人が、こう言ったんですね。病院に行って血圧が高いって言われたら、私も
適切な血圧はいくつでしょうかというお医者さんに聞いたらいい。必ずお医者さんは答えられない。じゃあ、適正な血圧が答えられないで、なんで抗がん剤出すんですか、抗がん剤出すんですかって言ったら、そこでバレるから、そうやってみたらいいよって言ったら、つい1ヶ月ぐらい前にですね、先生の言う通りやったら、医者は真っ赤な顔して何も答えられませんでした。つまり、これはね、人間ドック学会ってありましてね、人間ドックってありますね。あれで、大体150万人ぐらい 1年に受けるんですけど、そのうちどう考えても健康だっていう人は、その100分の1、100分の1はいますわね。人間ドックってのは病気の人をこの検査するわけじゃないから、サラリーマンとかそういう人がいるわけですからね。1万5千人寄りすくって、その1万5千人の人の血圧の分布を出したんですよ。そしたらね、もう100ぐらいから、180から190ぐらいまで健康の人ですよ。全くばらけてるわけです。それは当たり前で、その心臓、血圧は何で決まるかったら、心臓がその人の身長とか体重とか行動だとか血管の硬さとかそういうもので最適な量を決めて出してるわけですね。だから血圧が例えば160が高いってことないんですよ。高いっていうのは心臓に対して失礼なんですよね。それはこの人は160じゃなきゃいけないと思って出してるわけですから。だけどももちろん心臓としてはね、血は送った方がいいわけですよ。血は送れば送るほど一番効くのは癌です。抑えるのはほとんど血液ですから。ですから癌とか風邪とかそういう免疫系の病気、これを抑えるためには血圧を高くしておかないといけないわけです。それからもちろんあの脳のね、認知症なんかそうですね。頭に血が行く量っていうのは体全体の4分の1、ここちょっとしたここだけで使う量が 25% もあるわけですから。だからどん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 血を頭に送ってるわけですよ。だから血圧を下げるってことはどういうことかっていうと、がんになりやすくて認知症になりやすいわけですよ。だから認知症って今増えてるんですね。血圧を下げれば当然認知症増えるに決まってるんですよ。だって必要と思われる血圧を心臓が出してるにもかかわらず、それを薬で下げるわけですからね。それは不健康なのに決まってますから。それで非常に不健康になってるっていうわけですね。だけど薬の売り上げには抵抗できない。コレステロールが全く同じです。ネットを見られる人はですね、コレステロールの値と寿命、日本人の平均寿命出てますから、日本人には違うんですよ。アメリカ人とは全然違いますからね。そしたら、こうなって、コレステロールがすごく少ないとやっぱり寿命が短いんですね。危険性ですけど、こうなって、それでここがコレステロールが一番いい状態。それからまたコレステロールが多すぎると悪くなるっていう、こういう U 字型の曲線してるんですけど、ここはですね、250なんです、日本人の場合ですね。今、規制は200なんです。で、なんで250が一番寿命が長いのに、200になってるかって言ったら、それはスタチンっていう薬を打るためで、これ同じなんですよ。ところが2009年のね、今からだから13年前の厚生労働省の会議で、これあまりひどいから、見直そうということで、委員会が行われましてね、そのね、議事録が流れたんですよ。普通はもちろん秘密会なんだけど、流れた。そこでね、普通のお医者さんというか、その委員は、やっぱりその、この一応、いくらでも日本人の一番寿命が長いのは250なのに、200で切るとおかしいじゃないか。300ぐらいで切らなきゃいけないじゃないかというのが出て、ところが医者の代表がね、委員の代表がそこで発言したんですよ。そんなことしたら委員が結構潰れると。スタチンの売り上げが支えてる委員が多いんだからと。これが流れたんですよ。それで、今まだ揉めてますけどね、とりあえず出たのが2015年、それから7年後に出たのが、6年後かな、6年後に出たのがですね、とにかく食品のコレステロールの制限を撤廃しよう。まず、それで2015年に、卵いくらでも食べていいよ、豚の脂いくらでも食べていいよってなったわけですね。これはどうしてかって、これはもう昔から分かってることですね。卵ってコレステロール多いんですけど、卵をコレステロール入れても人間の体ってのはコレステロールがなきゃ死んじゃうもんですからね。すぐ死にますから。